では、ゆっくり話しましょう。すいません、そこら辺奥手なんです。え、まさか手で持ったまま舐める人？ん、何の話？だから、手で持ったまま舐めたらダメなの。そしたらね、男の人は支配されてるみたいな気持ちになるの。手を全然使わないで口だけでやると、男の人はものすっごく喜ぶの。何の話か全然わからない。だから、フェラチオの話よ、フェラチオ。ちょっと何言い出すの？フェラチオ！やっぱ今日帰ってもらっていいかな。ひぎわさん照れてるの？笑い情報じゃなくてエロ情報なのね。よし、今日はとことん話そう。尿道から裏筋の攻め方まで全部教えてあげる。悪魔の子なの？エロ悪魔ね。テラチオテラチオ。だっておちんちんついてるんでしょ？やだ。おちんちんついててスマタは無理よ。おちんちんとおちんちんがぶつかるよ。ダブルちんちんか。意味がわからない。でもヨッシーのためにしてあげたいの。いきなり加えるのは？いきなり。そう、キスしたらいきなり加えるの。それで出しちゃう。男は出せば満足するから。そういうもの？そうよ、男はセックスって出すことだって思ってるの。一生セックスしたがるくせに何も分かってないんだから。今度やってみる。やっぱりはるかちゃんはセックスマスターね。その言い方はやめて。感動してるのよ。だってネットの知識って嘘か本当か分かんなくて怖いじゃない。今までどうしてたの？何もしなかった。でもずっとはごまかせないかもしれないよ。いつかは言うよ、いつかはね。ヨッシーは何も感じてないみたい。ずっと舞い上がってるからね。恋愛に免疫なさそうだもんね。諏訪さんとは順調？あ、大丈夫だって。気にしてないって言ってるでしょ。諏訪さんははるかちゃんを選んだんだから。右輪さん、トランスジェンダーに生まれてよかったことはね、傷ついた人の気持ちに敏感になること。ずっと傷ついてきたからね。だから幸せになってくはるかちゃんを見るのは嬉しいの。なんかやばい。やばい？なんだか自分の体から野心が消えていきそうなの。すごく怖い。野心？絶対デビューして売れるんだっていう野心。私野心だけで自分支えてきたからさ。はるかちゃんでも好きになるとただの女の子になるんだね。でもって何ですか？まあまあ。またね、夜のバイト戻ったんだ。戻った？喫茶店の時給だと事務所の会費とかレッスン料払えなくてさ、居酒屋にしたんだけど、オーディションは突然入ってくるからシフト無視して休んでたらクビになった。ガールズバーもダメだった。そっか。右輪さんみたいに手に職があるといいんだけどね。仕送りとかしてもらえないの？母親しかいないし、勝手に家飛び出したし。諏訪さんに助けてもらうのは？それだけは絶対に嫌。どうして？恋人じゃなくなっちゃう。早く売れるといいね。歌でも演技でもタレントでも何でもいいんだけどね。頑張れ。ん？コーヒー買ってくるけど飲む？喫茶店戻らない？まだまだレッスンはあるの。この動画見てて。舐め方の練習ね。舐め方？中級者向けよ。喫茶店じゃ見れないでしょ。この舐め方完コピするのじゃ。は、セックスマスター。その言い方をやめて。